満でございます、民進党の参議院議員の桜井充です、ご当地一角をお借りいたしまして、ここで街頭活動を行わさせていただきたいとそう思います、私は今民進党の加計学園の追及チームのトップを務めさせていただいています。本当にひどい話です。総理のお友達だけ優遇されてくる、加計学園がありきで規制緩和が進められてきた、本当に許しがたいことだと思っています。皆さんにとってあまり関係ないように思われるかもしれませんが、私立大学一つできれば私学助成金といって毎年毎年税金が投入されることになります。皆さんが支払ってくださってる、納めてくださってる税金が、総理のお友達だからといって本当にルールを無視して大学が設置されて、そしてそこに皆さんの大事な税金がつぎ込まれていくことになるんです。これは国税だけではありません。今治市民の皆さんが納めてくださった税金の中で、例えば土地の譲渡のために、土地は無償で譲渡されましたが、いくらかというと37億円です。そして今度は建物のお金として県と市が合わせて96億円加計学園に、まあ、これは税金をですね、支給することになってきています。総理はこの20年間で私立大学にこういう助成金を支払っているから加計学園が特別ではないんだとそう言っていますが、この10年間だけ調べてみると加計学園1校だけです寄付金をもらっているのは。あとの大学は建設費用としてお金が出ていません。過去25年に遡ると確かに寄付のお金はありますが、それはほとんどが看護学校です。看護師さんたちが足りない、これは今医療の現場で医師不足だけではなくて看護師不足が問題になってきていますが、この問題を解決するために、確かにありがとうございます、看護師さんたちの大学、学校を作らなきゃいけないと言ってそれに対して国が補助する、そういうことはありました。しかしながら他の大学に対してこうやって総理のお友達である加計学園のようにその税金がつぎ込まれるということは実はほとんどありませんでした。総理は都合のいいことだけ持ってまいります。都合のいいお話だけをします。しかし皆さん、本当に分かっていただきたいことは一体何なのかというと、岩盤規制を突破することを我々は否定しているわけではありません。岩盤規制を突破するのであれば、それなりのちゃんとルールに従って、そして必要性があるんだったらそういうことをやっていかなきゃいけないんだ、そこについては認めているわけです。さて、獣医師の学校は、獣医師は本当に数が足りないんでしょう。今言われているのは牛や馬を取り扱う大動物と言っていますが、こういった獣医師さんが足りないと言われているんです。だけど全国的に見たら、数だけ見たらもう獣医師さんは十分に足りてきています。なぜ大動物を扱う獣医師さんが増えないのか、答えは簡単です。ペットを扱う小動物を扱ってくる、こういった開業した方がはるかに収入が高いからです。多くの方々は、大動物を扱っている方々の多くは公務員です。公務員の給料が低すぎるので、結果的には獣医師になるんだったらもっと儲かるペットの業界に行こう。そしてもう一つは、どうしたって畜産関係になりますから田舎に行かなきゃいけない、田舎に行くこと自体が決していいことではないから。新里先生、どうもありがとうございます。要するにですね、田舎に行くのがしんどいから、だったら都会で生活したい、そう思って獣医さんたちの多くが結局はペットの関連の獣医師になっていくんですよ。そういう問題をはらんできていて、解決するためには獣医師の大学を増やすことではありません。どうすればいいのかというと、今言った公務員獣医師の処遇さえ改善すれば、多くの皆さんが今度は大動物を扱うように変わっていくわけです。こう言って申し上げておきましょう。もし本当に獣医師の数が足りないのであれば、別に加計学園を作る必要性なんか全くないんです。東大や北大など国立の大学もあります。こういう大学の定数を増やせば、別に加計学園に獣医学部を作らせる必要性はありません。私は内科の医者です。医師不足でした。我々の政権の時に医師不足対策としてどうしたのかというと、東北大学も含め、お隣の山形大学、岩手医科大学、福島県立医科大学、みんなこういう大学の定数を増やしました。定数を増やした結果、14校分、新しい大学で14校分作ったのと同じぐらい
医師の行政を増やすことができるようになりました。ですから獣医師大学を作るんではなくて、本当に必要であれば別に大学の定数を増やしてしまえばそれでおしまいになるはずなんです。なぜこれを認めなきゃいけないのか、答えは簡単です。加計学園の利益を出すために、加計学園という学校が儲かるために、そのためには獣医学部を作った方がどうやら良さそうだと判断されたから、だから総理はですね、加計さんから頼まれて腹心の友で、本当にしょっちゅう お酒を飲んでゴルフやってる仲間内ですから、ですから総理が頼まれてトップダウン方式で国家戦略特区という方式を使って、今回加計学園が認可される、多分認可されることになるんだろうと思いますが、こういうことがなされています。繰り返しになりますが、こうやって認可されれば今度は毎年毎年私学助成金という税金が投入されます。皆さんが本当に一生懸命働いて、本当にコツ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 皆さんが納めてくださった税金がですよ、総理のお友達だからといって不公平なやり方でそれで大学が認可された、この人たちのところに皆さんの大事な税金が使われていくようになる、私は本当に大きな問題だと思っていて、今のようなやり方を本当に改めさせなければいけないと思っている。これに関係した人たちは安倍総理、そして萩生田官房長官、萩生田官房長官は落選中には加計学園の客員教授を務めていて、毎月毎月給料をもらっていました。そのぐらい非常に仲のいい方でして、安倍総理と加計学園の理事長と萩生田さんと一緒になってバーベキューかなんか分かりません、どっかの別荘に行って楽しそうにお酒を飲んでる写真も、これは彼のフェイスブックで公開されている、されているぐらい本当に仲がいい関係なんです。仲のいい関係で官房副長官という権利を使い、総理大臣という権利を使って、自分たちの仲のいい人たち、本来は大学として認められないようなこの獣医学部が新設されてきているんです。今皆さんはお隣のパク・クネ政権を見てどう思われたでしょうか。韓国は非民主的だ、今だって権力者が好き放題やってるんだ、そう思われてるかもしれませんが、日本でも同じことが起こってるんです。安倍総理が自分のお友達のために権力を使って、そして学校を認可されるべき学校でないものが認可されていく、韓国のパク・クネ政権と同じですよ。韓国のパク・クネ政権はパクさんのお友達が権力を行使したけれど、安倍総理の場合はどうかというと本人が権力を行使している。この点を考えたら私は安倍総理の方がもうよっぽどひどいと思っている。韓国はもう一つ私がすごいと思っているのは、そういう不正を働いたパクさんをあっという間に国民の皆さんたちの世論で辞めさせることができた、そして牢屋に入ることになった、これは非常に大事なことなんです。私は民主主義として素晴らしいことだとそう思っています。不正を働いた人たちに対してきちんとチェックをしてくる。今国会が閉じても、私たち加計学園の追及チームはずっとずっと会議を開いて官僚を呼んで意見交換をしてきていますが、しかしこういうことをやってるのはなぜかというと、私たち国会議員の役割は行政監視という仕事もあるからです。行政が不正を働いている、行政が間違ってきていることをしている、そういうことについて一つ一つチェックをする、これが我々国会議員の仕事です。これは民進党で私一人でやってるわけではありません。多くの仲間が集まってこの問題を解決しなきゃいけないという思いで一緒にやってきていて、今度仙台の市長選挙の方に立候補を予定している郡和子さんも、そういう不正を正さなきゃいけないんだ、そういう思いで一緒になって戦ってまいりました。彼女も国会でやり残したことがあるんだ、そうおっしゃっていましたが、でも自分のふるさと仙台が大好きで、やっぱりこの愛するふるさとのために最後の政治生命をかけてこの皆さんにご恩返しをしたい、そういう思いで彼女も決断をいたしました。国会にも今大きな問題があります。仙台市も今大きな問題を抱えてきています。特にいじめの問題です。子どもさんたちにとって、そして子どもさんを持つ親にとって、それから我々にとってみれば子どもさんは日本宝だと思っています。その子どもさんたちのいじめの問題が本当に仙台市で多く発生してきていて、郡和子さんは国会でもいじめ防止法などこれ彼女が中心になって作ってやってきて、本当にいじめの問題の私はスペシャリストだと思っていてですね、
彼女のような人がこの仙台市のトップを務めてくるっていうのはすごく大事なことなんじゃないだろうかなと、そういうふうに思っています。お晩でございます。参議院議員の桜井満です。今日はご当地一角をお借りいたしまして街頭活動を行わさせていただいています。ご案内かもしれませんが、私は今民進党の加計学園の追及チームのトップを務めさせていただいています。この間総理官邸に首相官邸に行ってまいりました。どうもありがとうございます。問題が多いので萩生田さんちゃんと出てきて説明してください。総理国会を開いてください。そのことをお願いするために私は首相官邸に行ってまいりましたが、門前払いを食いました。秘書の方でもいいですからお願いしますと言いましたが、秘書の方も出てきてくれず、警備の方の一番の責任者の方に紙を渡して公開質問状を渡して帰ってまいりましたが、しかし皆さん、今回私は首相官邸に行って分かったことがあるんです。それはどういうことかというと、当たり前のことです。総理官邸の中のどなたかと約束をしていないと首相官邸の中には入れないということです。当たり前のことかもしれません皆さん。しかしですね、今回の特区で認められた今治市、そして加計学園、この今治市の職員は首相官邸に行ってるんです。2年前になりますが、4月の2日に首相官邸に行っています。4月の1日、ある日突然内閣府だけに行く予定だったのが内閣府じゃなくて今度は首相官邸に行くことになったんです。誰かが間違いなく今治市の職員に電話を入れて連絡をして、あなた明日首相官邸に来てくださいと、そういう連絡を取らなければ実は首相官邸の中には入れない。そしてその日の3時から4時半まで今治市の職員、申し訳ないけれど一地方自治体の課長さんが自分の力で勝手に入れるわけではありません。私のような国会議員ですらですね、門前払いを食らうんですから。この今治市の職員がなぜ行けたのかといえば、誰かから連絡が来たわけです。首相官邸の中の誰でしょうか。総理かもしれません。萩生田官房副長官かもしれません。今話題になっている泉補佐官かもしれませんが、誰かから連絡があったから今治市の職員は首相官邸を訪れることができました。そしてです、この日の総理の公邸を見てみると、3時から4時半までちゃんと公邸の中にいて、そこで呼ばれたのは下村博文、その当時の文部科学大臣、そして山中さんという文部科学事務次官、この文部科学省のトップが呼ばれているこの時間帯に加計学園から献金を受けたんじゃないかと下村博文さん今追及されてきていますが、皆さん結果的にはこういう政治が行われてるんですよ。今治市のために、今治市のためにというよりも加計学園のために獣医学部を作ってあげよう、そのために作戦会議までちゃんと開いてやってきてるんです。内閣府から一通のメールが行きました今治市に。どういうことかというと、加計学園を開園できるようにするために お互いにスケジュール管理を一緒にしましょう、情報を共有しましょう、そういうことで実は内閣府の方から呼びかけがあって、今治市と情報共有をしてスケジュール表がずっと出来上がってきています。加計学園ありきだと我々が主張するとですね、そんなことはないと言ってるんですが、もうすでに内閣府の方から、内閣府というのは国家戦略特区を扱っているところですが、そこからメールが行ってるんです。そして北九州市でこういうような段取りでちゃんと全部スケジュール表を作っているから、それの通りに書いてくださいねとまでお願いしてきている。つまり何のことはない、内閣府が主導でやってきてるんです。内閣府はなぜこんなことをやらなきゃいけないのかといったら、それは総理から言われたからです。萩生田さんから言われたからです。そしてそうでなければ泉補佐官かもしれませんが、総理の関係者の人たちからそういうことを言われたので、スケジュール表まで全部作ってあるんです。もちろん今治市のトップ全てについて一応はスケジュール表があるんですが、加計学園だけなんですよ。ちゃんと平成30年4月と書いてあるのは、あとはスケジュール表って言ったってこういう流れでやりましょうねだけで、日時が限定されるわけではありません。これ一つ取ったって結局のところは加計学園ありきで、ああやって岩盤規制を突破するんだ、ドリルで穴を開けるんだという総理は説明をしていますが、これ一つ取ったって加計学園ありきで物事が進んできたことがよくわかると思います。そしてです、今治市で起こっていることはこういうことです。
ここに建物を作らなきゃいけなければボーリング調査をやらなきゃいけないんです。加計学園でボーリング調査を行いましたが、いつ行ったのかといったら、まだ土地を譲渡される前です。今治市から土地を譲渡される前にボーリング調査を行っています。問題になった森友学園があります。この森友学園ですらちゃんと譲渡される前ではありますが、きちんとした形で その町と借りるという契約を結んで、それでボーリング調査を行ってきているんだ。それだけじゃないんです。加計学園と決まる前にその土地に建物を建てる準備を始めてきています。四国電力と契約を結ぶ、残念ながらまだ加計学園と決まっていないので、今治市にお願いして仮の契約書を作ってもらった。そしてこれが加計学園側から今治市にですね、こういう形で高圧変電のやつをお願いしたいので直接的にはできないからやってくださいと、加計学園から今治市にそういう話があって、今治市側は分かりましたと言ってすぐにですね、今度は四国電力の方に話をつけてる。まだ加計学園と決まる前にこういう建設工事が始まってるんですよ。これ一つ取ったって皆さん、結局は加計学園ありきだったんです。将棋で言えばもう詰んでるんですが、残念ながら負けましたと言っていただけないから我々はずっと追及を続けてきていますが、しかし大事なことを申し上げればですよ、こうやって総理の意向で権力を使って、そして自分のお友達のためだけに利益を出してくるような政治が行われるということには大きな問題があって、この問題をちゃんと追及していかなきゃいけない。そして行政が歪められたと前川さんがおっしゃっていましたが、まさしくどの点の行政が歪められたのか、こういうことをチェックしていくのが私たち国会議員の仕事です。皆さんにとって安倍総理のお友達に、まあ大学一つ開校させてあげたっていいんじゃないか、そして岩盤規制を突破したらどうもありがとう、若い人たち政治に興味持ってね、だけどこういうことあったっていいんじゃないかって思ってる方もいらっしゃいます。しかし私立学校一つできると私学助成金っていうのが毎年毎年入るんです。皆さんの大事な税金の中の一部がこんな必要もないような大学のためにお金がどんどんつぎ込まれていくんです。皆さんの生活にも関係していることなんです。だから税金の使い道、そのことを考えてくると、この加計学園を認可するのは私は本当におかしいと思っています。前川前事務次官が勇気を持って告発してくれました。行政が歪められているんだ、本当にそうです。獣医学部を新設するためには石破4条件という条件があって、これは安倍総理の時代に閣議決定で決めたことですが、この石破4条件を満たさなければ獣医学部は新設できないことになっていたんです。例えばどうもありがとうございます。例えばどういうことかというと、既存の大学ではできないようなことなんだ。私は不思議なのは、獣医学部っていうのは東大にもあるんですよ。そして北海道大学、北大にも獣医学部あるんです。東大や北大にできなくて大変申し訳ないんですが、なんで加計学園にはできるのかよく分かりません。加計学園は実績だけ申し上げときますが、薬学部もありますが、これ薬剤師さんの国家試験の合格率は最低ランクです。こういうところの大学が東大や北海道大学でできないことができるとはとても私には思えません。そして薬の創薬に関係するような学生を育成したいんだとか、ライフサイエンスに対してと言っていますが、東大や北海道大学を卒業した人たちはもうすでにそういう役職に就いています。もし本当にそういう分野を強化したいのであれば、東大の獣医学部の定数を増やせばいいんですよ。北海道大学の獣医学部の定数を増やせばいいんですよ。それだけで終わることなのに、なぜ加計学園でやらせるようにしてるのかというと、繰り返しになりますが、総理のお友達だからです。そして定数は160です。今までの私立大学でも一番大きいところは120人、今申し上げた東大や北大は30人や40人でしかないのに160の定数で認められています。なぜかというと160ぐらいの定数にしないと利益が出てこないから、儲からないから。平成30年4月、なぜそこからそこに、お尻を区切ってやってきているのかといえば、早くに運営しなかったら残念ながら資金繰りが大変だからという理由だけの話です。ですから
前川さんがおかしいと言ったのは今言ったような4条件があって、この4条件を加計学園が認めてないでしょ。しかも誰がチェックしたのかというとですよ、あ、どうもありがとうございます。誰がチェックをしたのかというと竹中平蔵さんとかです。竹中さんなんてのはめちゃくちゃな人でしてね、彼なんかはパソナの会長ですよ、人材派遣会社の会長ですよ。正社員が悪い、もっともっと非正規を増やせと言っているような人ですよ。ガデン飲水って言ったらいいのでしょうか。彼はそして農業特区も認めてますが、オリックスがそこに参入し、今度はこのオリックスが作った会社の社長が竹中平蔵ですよ。この人が国家戦略特区の中でこの獣医学を認めて一点の曇りもないと言ってること自体が茶番なんですよ。こんな自分たちの利益を自ら誘導しているような人がですね、客観的にやれるはずもないんです。国家戦略特区っていうのは考え方は決して悪くない。先ほどもそこでお話しされました、若い方から質問を受けましたが、国家戦略特区そのもの全てが悪いとは言いません。しかし一方で他の省庁と話し合うことなく、そして与党の自民党や公明党の皆さんの審査もなく決まっていくもんですから、聞こえはトップダウンでいいかもしれないけれど何のチェックもないんだよ。権力者の意向に沿ってそのまんま進んでいく危険性をはらんできているんです。国家戦略特区ではなくて構造改革特区というのがあります。この構造改革特区はどうなっているかというと、必ず今のような獣医学部を新設したいというと文部科学省と話をし、農水省と話をし、その上でこれは必要か必要でないのかということを決めてまいります。残念ながら今まで言われてきたのは獣医師の定数は足りてきている、全国的にはきちんと獣医師の数が足りているから新しい大学の必要性はないと言って15回構造改革特区で応募したんですが全部蹴られました。内閣府の方からです。今回は国家戦略特区で出したらどうですかと愛媛県知事が、これは定例の記者会見でおっしゃっていましたが、今までも15回やったってダメだったのに、まあ、国家戦略特区でやれと言われて半信半疑で出してみたらあれよあれよという間に進んでいった。国会で何があったのかわからない、国の方でどういう方向転換があったのかわからないけれど、あっという間に決まっていったんですよねと言って記者会見に応じていらっしゃるんです。つまり構造改革特区の時にはちゃんと文部科学省や農水省、自民党の議員の方々のチェックを受けてこれではダメだと、そう言われてきたものが文科省のチェックも入らない、農水省のチェックも入らない、そして与党の審査もなく竹中平蔵みたいなんですよ、本当に極悪非道人が決めていく、こういうことになっているから今の国家戦略特区には大きな問題があるんです。私は日本を悪くした何人かがいると思ってます。その中の一人が竹中さんだとそう思います。不良債権の処理だと言っていろんなことをやってきたかもしれませんが、ただ単純に企業をどん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 潰しただけです。そしてその潰した企業はどうなったか、アメリカのハゲタカファンドにどん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 買収されて、そしてそのハゲタカファンドが利益を出す、アメリカからパーソンオブザイヤーで表彰されるような、そういう人が未だに国家戦略特区のメンバーでいて、そして総理の意向を受けてその総理の意向の方向に導いてくる、こういうような政治をやめない限り残念ながら私たちの暮らしは良くならないとそう思っています。地方は今どうでしょうか。本当に経済は良くなったんでしょう。皆さんの暮らしは本当にアベノミクスで良くなったんでしょう。私は当初からアベノミクスに反対していました。安倍総理の考え方は一体何なのかといえば、物価が下がってきているから経済が悪くなってきてるんだ、物価を上げれば経済が良くなっていく、だから物価を上げなきゃいけないという非常に単純な論理です。確かに日本銀行が金融緩和をして円安に誘導して株価は上がったかもしれません。一方で副作用も出ました。それは何かというと輸入食材を中心に物の値段が上がりました。原材料費が上がったのでトイレットペーパーとかティッシュペーパーとかいろんな日常の関係するものが上がりました。しかし皆さんの賃金はどれだけ上がったでしょう。物価の上昇分ほど賃金上がったでしょう。年金生活者の方々は年金の支給額は物価の上昇分ほど増えたでしょう。むしろ年金の支給額は減ってるんです。だから皆さんの暮らしは良くならない。これがアベノミクスです。これがアベノミクスなんです。
根本的な経済の考え方が間違ってきていて、それをどん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 推し進めてきているから私たちの暮らしは良くならないんです。私は今加計学園の問題を中心に国会でずっと追及してきていますが、なぜこんなことをやってるのかといえば、安倍総理を退陣に追い込まない限り私たちの暮らしは良くならないとそう思ってるからです。ああいう、ありがとうございます。ああいう不正を働いてるだけじゃないんです。どうもありがとうございます。間違った経済対策を取ってきているから、だから皆さんの暮らしはいつまでだったって良くならない、そういう意味合いではですよ、この加計学園っていうのは一番分かりやすい問題だから私は追及させていただいていますが、決してそうではなくて、皆さんやはりもう一度安倍政権で一体どういうことが起こったのか考えてみてください。外交で成果を上げたかのように見えますが、北方四島帰ってくるようなことをずっと言いました。だけど経済的な協力だけは約束させられて、四島一つも帰ってきていません。拉致問題もそうです。拉致問題がさも解決するかのような話がありましたが、誰一人として帰ってきていません。最近総理はですね、総理になれたての頃には株価が上がったんで結果が全てだとずっと言い続けてきました。この2年3年は結果が全てだという言葉は一回も発しなくなりました。なぜかというと、結果は全く出ていないから、今度は皆さんの目をどこかにそらさなきゃいけないから、今度は憲法改正だとかいろんなことを言い始めました。果たして今憲法の改正が必要でしょうか。憲法を改正したら私たちの暮らしは良くなるんでしょうか。私は今の憲法っていうのは本当に素晴らしいものだと思っていて、アメリカと一緒になって戦争を行うような国になるべきではないと思っていますから、そういう意味では憲法をちゃんと守っていかなきゃいけないと思ってるし、そして憲法というのは何のためにあるのかというと、権力者を縛るための手段です。この憲法を守らなきゃいけないのが安倍総理本人であって、その総理から憲法を変えたいなんていう発言すること自体が私は本当におかしな話だと思ってるし、彼は憲法というものを全く理解していないと思っています。総理は自分がおっしゃれば何でも変わるんだと勘違いしている節もあります。つまり我々が加計学園ありきなんでしょうと言って追及してきたら、総理は何ておっしゃったのか。1校だけに決めた中途半端なやり方に問題があったんだと、2校3校どんどん作ればいいんだと、今度はそういうことを発言されました。総理は特区のやり方を全く知りません。特区というのは社会実験なんです。ある1校を作ってみました。本当にこれが社会にとって良かったら2校目3校目を作りましょうねっていうのが国家戦略特区です。国会では総理もそう述べていらっしゃったんですが、もう我々からこれだけ加計学園のためにやったんでしょと言われて、どうやら切れたらしいんですけどね。その結果2校3校作りましょうという話になった。国家戦略特区の制度そのものを知らない。今年の1月の4日に大臣告示で1校だけ募集しますと言って加計学園決まりましたが、この1校だけに限ると言って告示を示したのはまさしく内閣総理大臣安倍総理そのものがこうやって1月4日に出しているにもかかわらず、あっという間に変えてしまう。そしてもう一つ大事なことは、国家戦略特区というのは総理の意向など反映されないんですよとずっとおっしゃっていました。しかし総理が今度は1校だったんでダメだから2校3校に増やすということは何かっていうと、総理の意向が働くんだということを自ら実証したようなもんです。つまり総理は民主主義のルールも知らないし、そして自分がどういう決定をしてきて過去にどういう発言をしてきたのかについてもよく分かっていない、こういう民主主義を分からないような方が一国のトップでいるということについて、私は本当に強い違和感を感じてきているし、この危険な総理を早く退陣に追い込んでいく必要性があるんじゃないだろうかなと、そう思っています。来週には、ありがとうございます、来週にはまた加計学園の追及チームもやりますが、それだけではありません。国際医療福祉大学という大学も同じように1校だけ認可されましたが、これも政治案件なんです。これも相当なお金が使われて、結果的には政治家が動かされ、この国際医療福祉大学という大学が出来上がってきました。ここにも政治力が働いています。文部科学省の事務次官をはじめとして多くの役人の方々が国際医療福祉大学に天下りをしている。彼らが暗躍
したのは何かというと、この国家戦略特区を作って国家国際医療福祉大学に医学部を新設することでした。このこういうことをやってきて、天下りを行ってこういうことをやってきて、私は官僚の第二の就職先の必要だと思っていて、それほど天下り天下りとこれまで言ってきませんでしたが、しかしこういう悪いことをやられてしまえば、国家権力を使うために官僚を天下りさせている、こういう問題にも一つ一つメスを入れていかなきゃいけないんじゃないだろうか。もう今や国際医療福祉大学に医学部ができましたんで、あ、どうもありがとうございます。できましたんで、皆さんの大事な税金がですね、私学助成金という形でどん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 入ってくる、こういう政治をやめていきたいとそう思っています。私は国会で今活動させていただいていますが、郡和子さんも一緒に、私たちと一緒にですね、この行政の問題について、行政の歪みについて一緒になって戦ってまいりました。彼女もまだ国会でやり残したことがあると総本人は言っていましたが、でも自分の愛するふるさと仙台、本当に仙台の街が大好きで、この仙台のために自分の政治人生をかけてみたい、そういう思いで勇気を持って立ち上がってくださいました。彼女は先ほども申し上げましたが、国会の中でいくつか仕事をやってくる中で一番力を入れてきたのが、何といっても子どもの問題です。子どもの健全な育成、やはりお母さんとして今まで子育てをやってきた、その母親の視点で子育て対策に取り組んできて、そして今仙台市でも問題になってきているいじめの問題に取り組んできたのが郡和子衆議院議員でした。いじめ防止法というのが超党派の議員連盟で成立いたしましたが、この中心になっていた民進党の代表として一生懸命やってきたのが実は郡和子さんです。今仙台市で大きな問題の一つになってきているこのいじめの問題を解決できるのは、私は彼女だけだと思っています。そして今申し上げましたが、アベノミクスという間違った経済対策によって我々の生活は苦しくなってきています。こういったところに対してノーと言って、もっと皆さんが例えば将来の不安がなくなるような、若い人たちで言えば今奨学金どれだけ借り入れてるでしょうか。奨学金の返済によってなかなか結婚できないんだ、なかなか子供ができないんだ、そういう方々が多くいる中で奨学金の制度をきちんと作っていきたいとか、そして子どもさんに対して見る事例が先ほど申し上げた通り、いじめの防止やそれから待機児童の問題など、こういったことを一つ一つ解決していきたい、そういう思いで郡和子さんも立ち上がりました。今まで一緒に政治活動を行ってきた、ぜひ彼女の勇気ある決断を私参議院議員の桜井満も全力で支援していきたい、そういうふうに思っています。ありがとうございます。今日は多くの市民団体の皆さんと一緒になってこの場で街頭活動をやらせていただきましたが、ぜひ皆さん、今の間違った政治を正せるのは皆さんしかないんです。皆さんが安倍政権ではダメなんだ、安倍政権の支持率がどん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 下がってくれば、お隣の韓国のパク・クネさんと同じようにやめざるを得なくなります。ぜひですね、今国でどういうことが行われているのか、どういう政治が行われているのか、安倍総理がどういうことをやってきたのか、そのことについてきちんと見ていただきたい。私たちはそういったことについて一つ一つ皆さんにご報告させていただきたいとそう思っています。どうぞ野党に転落して、そして民進党じゃまだ全然ダメだ、民進党より安倍総理の方がまだいいだろうと思っている方いらっしゃるかもしれませんが、我々の時はちゃんと憲法も守りましたし、私は震災の時に財務副大臣に務めさせていただきましたが、今地域のために一番役に立っているグループ化補助金といろいろなものを作らせていただきました。我々の政権の時には医療費を増やして、今たらい回しという言葉が減ったのはなぜかというと、救急医療の充実を図ってきたからです。今でこそ言われなくなりました。高校の無償化、あの当時はばらまきだばらまきだと言われましたが、高校の無償化について今ばらまきだとおっしゃる方はほとんどいなくなりました。お父さんが失業する、もしくは給料が下がる、そのことによって学校に行けなくなった子どもさんたちがいましたが、高校を無償化することによってそうやって高校を辞める子どもさんたちは、経済的な理由で辞める子どもさんたちは随分減りました。残念ながら鳩山さんや菅さんや野田さんや
総理大臣がやってきたこと、確かに問題があったのかもしれませんが、しかし一方で一つ一つの政策については私たちはきちんとやってきた自負心があります。いずれにしろですね、とにかく今の安倍政権を倒さなければ私たちの暮らしが良くならない、そういう信念を持ってこれからも国会で皆さんに昨年選んでいただいた皆さんの代表として本当に皆さんの期待に応えられるように一生懸命頑張ってやってまいります。多くの皆さんのご支持ご声援を私たち民進党に、そして私桜井満に、そして私の本当に大親友である郡和子さんに賜りますことを心からお願い申し上げまして、こちらからの街頭活動を終わらさせていただきます。ご清聴本当にありがとうございました。